つぐみでーす。今日は、これ。ザ・おかず。鹿肉ステーキ。これを、調理して、ポンに。すっごい高級な肉だよって言ったら、絶対ポンわかんないんじゃないかと思って、そういったドッキリをしていきたいと思います。これ犬のね、おやつなんですけど、人間が食べても全然大丈夫という、天然の鹿肉、良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルを多く含むと、低カロリーで愛犬にとってヘルシーなお肉ですということで、非常にね、犬にいいお肉となっております。で、ポンなんかね、もう本当に前も言いましたけど、これ大トロだよって言って赤いこんにゃく乗っけてね、酢飯の上に乗っけといたら、すごいね、これ大トロだねって言うんだから、これも高級ステーキだと間違えるんじゃないかと思いますので、やってみたいと思います。はい、できました。これです。これ鹿肉ということで、犬にはすごくいいらしくので、もちろん本当にさっきも言いましたけど、人間食べても大丈夫かっていうのも確認してあります。で、人間が食べてダメなものは犬にもあげませんと、いう形の回答が返ってきておりますので、間違いなく大丈夫ということで、しっかりとステーキ用に味付けをしてきましたので、これからちょっとみんなを呼んでみたいと思います。ポン、ポンいる？ポン、はい、ちょっと来て。はい、これですか？超高級ステーキ。高級ステーキ、うん、これのね、すっごいの高級だから、はい、まあ、美味しいんだけどね、はい、まあ、これを誰かに食レポしてほしいんだよ。なるほど、うん、あ、でもダメだ、もう味わかんないもんね。味わかんないから、高級ステーキも多分ね、ここにハンバーガーの中のね、ハンバーグ置いといて、ステーキだよって言っても、あー美味しいですねって言うんだから、どうせ。いえいえいえ、やっぱジーか旦那とかに買わってもらったらいいよ。僕がやりますからね。もうすっごい高級。でも高級なの嫌いでしょ。いや、好きですよ。味わかんないでしょ。多分わかります。じゃあ、いいよ、もう食レポして。はい、はい、じゃあ早速、切っていただきますよ。あれ、あー柔らかいな、やっぱり。じゃあ、いただきます。うん、うまいですね。違う、違いますね。いや、肉汁とかはそんなこってりしてないですけど、柔らかくて、はい。どんな感じ？躍動感がある。なんか、鶏肉に牛肉足して割ったみたいな感じですね。すごいの、すごいの、すごいの。これね、犬の餌、鹿のステーキです。ただ人間食べられる。ああ、よかった。人間も食べられる。これ犬の餌なんでね。でも意外と美味しい。美味しい。普通に、普通に。どう、旦那と癖がすごい強くないですか、これ。でも全然食べれるんです。これやっぱ癖は鹿だからって感じですかね。鹿癖ですね。なんか食べやすい柔らかさかなって感じがします。これ G が捕まえてきたやつ。え、そうなんですか。という形で、ドッキリという形で、全然わからない。わかんないですね。普通にすごい美味しかったドッキリ。ならいいですよね、うん、分かってこ食べさせられるこっちの気持ちも分かんない方がいいですよ。というわけで、一応ドッキリ大成功という形だと思います。この犬のね、これからこういった餌とかも紹介していきたいと思ってますので、そういったの見てみたいなと思う方はチャンネル登録、またポンにドッキリをしてほしいなって思う方は高評価。よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。このね、チーはね、何の肉か知ってんだよね。そうなんですか。美味しいですよ。美味しい。はい。美味しいか。え？
え、なんかあれですか、虫系とかみたいな、これま、真面目に描いていきます、味的には。そうですね。若干癖あるのかなって思いますけど。イノシシとか食べるとどうですか、癖は。どうですかね、イノシシ食べましたっけ、これ。あ、イノシシ結構どぎつかったですね。どっちとか行きます。うん、味付けの問題ですね、これ。うん、全然いける。うん、じゃあ次、イタガチどうぞ。いや、美味しいですよ、マジで。じゃあ、全然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 。ちなみに今カメラを回してるのがダンナッチです。じゃあどうぞ。はい、いただきます。あー、いやいやいやどうですか。やっぱ美味しいですよね。なんかちょっと美味しいですよね。うん、そうだね。あれ美味しいのかどうか。絶対に出てきますからね。ほら、もうすぐ。うん、食える。